はい、皆さんこんにちは。新居キャンプビルダーの純一です。今ですね、僕は、タイのパッタヤという町に来ています。しばらくね、オーディオの動画をちゃんと出せてなかったりしているところがありますので、まあ、身の回りをね、少し整理してやっていきたいなと思うので、その話を動画でまとめていこうかなと思います。ちなみにいるところは、まあ、こんな感じですね。ちょっとね、ライブしてるんで収益化が心配ですね。はい、まずですね、アンプの注文の方なんですけども、だいたい今ですね、パワーアンプが、4台ご注文いただいていて、ラインアンプも1台ご注文いただいているような状態です。でちょっと僕の取れる時間の関係だと、かなりね、先の方になってしまうという状況です。ですので、これからはね、ちょっと、パワーアンプであれば、まあ、月1台ですね、1台にして、それ以上のものはね、ちょっと、まあ、お待たせしてしまったりすることがあるので、このぐらいのペースにしたいなと思っています。で先の予約も、3ヶ月分ぐらいまでさせてもらおうかなというふうに思っています。それからですね、まあ、最近こう配信ができていなかった YouTube の動画なんですけども、まあ、これはね、まあ、実際はもうちょっとここのところをしっかりやりたいっていうのが気持ちのところにあるので、動画の作成の方は、まあ、今ねちょっと週1本出せてるか出せてないかなんですけども、そこを、まあ、確実に1本何か、アンプに関係する部品のお話とか回路のお話とかトラブルシューティングみたいなことですね、そういったものをまたやっていきたいなと思ってますので、ちょっとね、応援していただけたら嬉しいかなと思います。それからですね、僕実はそれ以外に、ヤフーオークションと、まあ、あとショップのホームページとかあるんですけども、あのヤフーオークションについてはもうちょっとね、今物置にもう少しお預かりしているものが残ってます、ありますので、それを出品していこうかなと思ってます。でそれがある程度終われば、あのリピートのものをですね、そういうものを中心にヤフオクの方はやっていきたいかなと思います。それからですね、まあ、私の、クボタオーディオラボの、ウェブページのですね、ショップのページですけども、まあ、こちらは、まあ、順調に更新してますので、まあ、これはね、このペースでまたやっていこうと思います。概要欄のところにページのアドレスがありますので、興味がある方は見ていただければと思います。まあ、ちょっとね、ショップというよりも今まで作ってきたもののちょっとショーウィンドウ的な役割になってますので、ね、値段とかは、ね、全部あの都度お問い合わせくださいみたいな形なんですけども、ご覧いただけると嬉しいです。さらにもう一つ、この YouTube と合わせて SNS を使っているんですけども、Instagram、Facebook、Twitter って3つあるんですね。ただちょっと、まあ、Facebook はあんまり、ですね、私のようにこういう YouTube で少しですけど、まあ、そういう収益化とかっていうのがあるので、あまりよく思われないのかな、ちょっと分かんないんですけども、厳しい意見がすごい多かったりする、ちょっとしんどい時がありますんで、ちょっと Facebook の方は、まあ、自分の方から発信だけで、返事に関してはできなかったりね、あと場合によってはコメント返させてもらったりっていうのをしてます。で Twitter は、まあ、オーディオ以外のこととかもね流してますので、まあ、1日ね1本ぐらいしかコメントはしないんですけども、 Twitter は、1投稿1日1投稿か2投稿ぐらいしかしてないんですけども、まあ、興味がよかったらあればですね、ぜひ見ていただければと思います。まあ、最近ちょっとあんまりこの YouTube の活動していなかったんですけども、また、方にね、こういうところに来て、ちょっとリフレッシュしたりしましたので、元気が戻ってきたので元気出してですね、やっていこうと思っています。でまた元気がなくなったら、タイかどうかは分かりませんけども、いろんなところに訪れてですね、元気をもらってまたやっていこうと思いますので、引き続き応援いただければと思います。ぜひ皆さんいいねとかねしていただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。今日はこんな形でちょっと近況報告的な動画になりましたけども、最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではさようなら。